どうもこんにちは、フロザップ FC 始まります。はい、ということで前節の湘南戦、本当に苦しい試合でしたけど、なんとか勝ち切ることができました。いやー、もうこういう試合でやっぱり勝ち切るっていうことはすごい大事ですしね、もう2試合連続で、今シーズン多分3回目ですかね、鹿島戦2回と湘南戦1回、この轟劇場と、まあ試合終盤のねドラマというかが見れて、もうやっぱチーム力が落ちてる分、その苦戦する試合も増えてはいますけど、やっぱりこういう試合が見れるっていうのがね、本当にこうサッカーを応援してるような人、サッカーを好きな人っていうのがやっぱり嬉しくなるような試合だなっていうふうに思いました。知念のね、やっぱ決めてからの最後ね、足つるまでの流れとかね、見ると本当にもうヘトヘトになるまで走ってくれたんだなというか、でこういうふうにね、もう苦しい時間を過ごした知念が決めてくれたんで、やっぱり次は長谷川にっていうふうな気持ちもあったり、何はともあれ、勝ち点差が9になりましたんで、ぜひこの試合も勝って、勝ち点差12に広げていきたいな、というふうな思いですが、ちょっと今回ですね、まあ、新しい取り組みというか、をしたくてですね、ちょっとコメントを募集しようかな、というふうに思います。まあ、コメントの紹介の時間があるんで、まあ、そこでちょっといろいろと読ませていただけたらなというふうに思ってます。ぜひちょっとコメントをお願いしたいなと思います。で、今回ちょっとコメントのテーマなんですけど、まあ、せっかく続いてるんで、一番思い出深い轟劇場はっていうのでちょっと募集をしたいなというふうに思います。まあ、僕のこの動画をね、見てくださってる方だと、まあ、フロンターレ好きだと思うんで、まあ、フロンターレのね、もうどれぐらい長く見てるかとか、最近見始めた方とか、もういろんな方がいると思うんですけど、ちょっとぜひ教えていただきたいなっていうふうに思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は神戸戦のプレビューでございます。神戸とは前回対戦ではね、かなり狭いブロックと、あとは山口蛍と古橋。この二人のね、運動量というか、で、カバー力みたいなところにかなり、やられて、あと芝もちょっときつかったですかねっていうところがあったので、まあかなり苦しい試合になって、まあダミアンのスーパーゴールもありましたが、菊池流帆に最後決められてドローというような試合でしたね。で、フロンターレの最近のチーム状態としては、まあ一番厳しいっていうチームの底に当たるような状態は、まあルヴァンカップの敗退と ACL、この付近、あと福岡戦の負けもそうですね。ここら辺が、まあ、そこのになったかなと思いますが、ここから、まあ、チームとして復帰する人も復帰してきたので、まあ、あとは10番の選手だけですが、まあ、それ以外の、おおむね、まあ、復帰はしてくれたかなというふうな形にはなっていて、だいぶそこは出したかなというふうな感じがします。で、かなり日程的に辛い状態は続いてますが、まあ、2戦連続で劇的勝利というところで、まあ、足取りもそこまで重くないんじゃないかなっていうふうに、まあ、思って、まあ、期待しているところもあります。一方の神戸ですが、まあ、新加入選手ですよね。武藤と大迫。で、あとはまあ、坊じゃん。もういますね。元バルセロナ。まあ、いろいろと、まあ、そういった選手もいて、で、まあ、その選手たちが、まあ、古橋の抜けた分でどういう新しい攻撃の形を作るのかっていうところになってますけど、なかなかその形っていうのが、まあ、ちょっとずつ見えてきてはいるかなと思いますが、まだこれという形は見えてきてないかなっていうような印象です。はい、ということでちょっと予想のスタメンを見ていきたいかなと思います。ゲームプランからですかね。ゲームプランフロンターレとしては、どれだけ前線から勢いを持って戦っていくかっていう風なところだとは思うんですが、ちょっと先に神戸から触れたいと思います。まあ、神戸としては、ゲームプランとしては、おそらく札幌戦だったりとか、清水戦を見た感じだと、そこまでボールを握る力はないなと。なんで、ここら辺のビルドアップの能力自体が、まあそこまで、こっから前進をしてどう攻撃を作るかっていうところを考えると、いまいち見えてきてないかなっていうふうな気がします。で、結構札幌戦でもロングボールがかなり多かったので、まあそういったものを軸にして、まあ、フロンターレプレスがかなりいいチームっていうのが、まあ、前半戦からの印象で多分あると思うので、まあそこを回避するような戦い方を取ってくるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、ただ3位争いがかなり熾烈なので、まあどっかで勝つっていうところを意識したタイミングで、どこでギアを上げていくかとか、
っていうところを、まあ、神戸としては考えないといけないところかなと思います。はい、で一方のフロンターレですが、まあ、かなりロングボールが多い相手の戦い方なので、まあ、プレスはかけたいと。プレスはかけたいんで、まあ、ダミアンも温存はできましたし、まあ、ある程度、まあ、旗手だったり立花だっていう、まあ、切り替えの強い選手っていうのを使って、まあ、ここである程度ボールを引っ掛けたいっていう戦い方は睨みながらやるかなというふうには思いますが、まあ、あとはロングボールの神戸の対策っていうのをしながら、基本的にはボールを持ちながら、まあ、相手を走らせて、でボールを取られた場合はしっかりとすぐ奪い返す、で奪い返せない場合はこのビルドアップのところで神戸側が嫌だなと感じるような持たせ方をするっていうところが大事かなっていうふうな感じがしますね。であとまあフォーメーションに関してはその神戸のビルドアップの能力を考えると、まあ、中盤が、まあ、今回ダブルボランチで来るのか分かんないですが、まあダブルボランチで来る場合はこの433の3の中盤のこの逆三角形の形、これをまあ使って1対1である程度はめる動きをしながら、まあ、この前線で制限をかけて不用意なロストを誘発するっていう形がいいんじゃないかなというふうには思っています。はい、ということでちょっとスタメンの話もしていくと、まあ、神戸に関してはもう前節の内容がまあ 2-0 で完勝でしたし、まあこのメンバーで進めてくるんじゃないかなと思います。もしかしたらここがボージャンが入るかもしれませんが、まあ、基本的には大崎選手も素晴らしいパフォーマンスしてましたし、あとはここまで届けるっていうのをねどうするかっていうところぐらいだと思うんで、まあ、これは使いながら、まあ、チームとしての形をまあ見つけていきたいっていうところなのかなと思います。まあ、ただやっぱ中坂選手とか、まああと合計選手みたいに走れる選手は連戦なんで、まあ入れておきたいかなっていう気はしますが、基本的にはこのメンバーでスタートは来るんじゃないかなというふうに思います。はい、で、フロンターレですね。まあ、フロンターレは、ロングボール対策というような面を見ていきたいなというふうには思いますが、まあ裏への対応力というところで、まあやっぱりスピードのあるこの2人のセンターバック。あとは、まあ、右サイドハーフに武藤選手がどれだけの時間プレーするか分かりませんが、まあ、プレーする場合はやっぱロングボールでまあ競り合える人というところで、左サイドはまあ車屋選手を入れています。であとはそうですね、まあ、この中盤の3枚のところはまあ切り替えというか、まあ、連戦の中でのトランジション、球際の強さを発揮できるようなまあ3人になってるかなというふうな感じがしますね。で、あとはまあもう前節流れをかなり変えてくれた稲田選手をスタメンで入れています。はい、ということで、ちょっとまあ、この試合の最後にちょっと注目になるようなシーンっていうところをちょっとピックアップしていきたいなっていうふうに思いますが、まあおそらく、フロンターレ側でボールを回すというよりは、まあ、神戸側がどういう攻撃をして、どういうふうに前進をしていくのかっていうところが、非常にポイントになるかなと思います。なんで、まあ、フロンターレのプレスもポイントですね。具体的には、もうここの、自陣の、神戸としては自陣の深い位置でどういうふうにボールを進めていくかっていうところになるかなと思います。まあ、結構やっぱりロングボールが多いですが、まあ、フロンターレとしてはやっぱり前から奪いたいっていう中で、個人的にはこの中盤の3枚マンマークでサイドバックはこうケアをしながら、でダミアンがどっちかを制限かけるっていうような形にするのがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。でまあフェルマーレンと菊池両方であれば、まあフェルマーレンの方がパス出しがうまいので、ここに関してはしっかりと制限をかける、で菊池両方にボールを持たせて、まあロングボールを蹴らせたりとか、まあ、無理に縦パスをつけさせてカットする、そういった、まあ、プレスのかけ方、ボールの奪い方、フロンターレはしたいなと。で、まあ、逆に神戸の方が、まあ、いくらもビルドアップに関与できるキーパーではあるので、まあ、うまく使いながら、まあ、ちょっとうまく監視を逃れて降りてきたイニエスタ選手だったりとかっていうのをうまく使いながら、あとはサンペール選手もそうですね、もう使いながらうまくロングボールだったりとか、あとは家長選手の守備のちょっと緩い対応のところがあると思うんで、まあ、その
背中取ってちょっと前で受けてみたりとか、そういったところ、まあ、ロブパスを使える選手を起点に、まあ、前進していくっていうのが、まあ、神戸としてはやれたら良いかなっていう風な感じがしますし、まあ、ここの大迫選手のところだと、まあ、局地的には3枚対1枚になるんで、ここはそんなに、まあ、分は良くないだろうなっていう風には思うんで、まあ、ここをどうするかっていうところになるかなと思います。まあ、逆にフロンタレとしては、ここに蹴ってくれれば、大迫であればそんなに裏抜けはするタイプじゃないので、まあ、武藤の斜めのランニングに気をつけるっていう風なぐらいになるかなと思うんですけど、まあ、ここもそんなにチームのオプションとして出てるわけではないんで、まあ、以前のように古橋が抜けるのにイニエスタ・サンペールとか、この2人がボールを出すっていうようなシーンはそんなにないので、まあ、そこまで気をつけるような必要ないかなと思います。まあ、ただ単発で出てきちゃうんで、どうしても急に対応するってことにはなるんですけど、まあ、そこは、まあ、ある程度の注意の目は、監視の目は光らせつつも、そこまで注意はしなくていいんじゃないかなっていうふうには思います。はい。ということで、神戸、僕は最初結構シーズン序盤は苦戦するかなというふうに思ってはいたんですが、意外と苦戦せずにというか、かなり勝ち点を順調に伸ばしてきているようなチームになりますし、かなりね、苦戦するタイプのチームだと思うんで、まあ、ここ踏ん張りどころですね。はい。ということで、最後にもう一点だけ触れると、神戸は山口蛍がおそらく出れないかもっていう風な形になってるので、まあ、出れないのであれば、かなりチャンスになるかなと。今回勝つチャンスかなり出てくるかなって感じがします。やっぱり、神戸は山口蛍がどれだけこうサポートとかで全部走り回って、リンクして最後ゴール前まで絡んでいくかみたいなチームだったっていうのが、まあ離脱してから改めて浮き彫りになったので、まあ、そこで山口選手がいないとチームとしてこうつながる歯車が噛み合うっていうシーンが結構少なくなってくるかなと思うので、まあ、そこの、まあ、チームとしての不出来というかその整合性が取れてないところをフロンターレうまくつければいいなというふうに思います。ちょっと今回はチケットが取れませんでしたが、まあ、神戸相手で、まあ、前からちょっとこうつかみづらいというかいうようなチームなんで、まあ、しっかりとまあ、この連戦、5連戦ですよね、まあ、耐え切って耐えしのいでタイトルまで歩み続けてほしいなと思います。